回の三輪市金沢は地震に関する火災の情報と春の火災予防運動についてお伝えします。小川さん、1月の能登半島地震でも大きな火災が発生しました。やはり地震が起きた時には火災が発生してしまう恐れがあるということなんでしょうか。はい、原因は様々ですが、東日本大震災の時の火災の発生原因の 54% は電気火災によるものでした。地震の際は特にこの電気火災に気をつけていただきたいです。地震の揺れにより配線が損傷し、火花が散ったり電気ストーブなどに可燃物が覆いかぶさることで火事になることがあります。また地震直後以外にも通電火災も注意が必要です。通電火災とは何ですか？はい、地震発生時には停電が発生することがありますが、配線が損傷したままの状態やストーブなどに可燃物が覆いかぶさったままの状態で電気が復旧すると火事になることがあります。どんなふうに対策すればよいのでしょうか？はい、地震発生後必ずブレーカーを落としてから避難をしてください。ブレーカーを落とさずに避難をしてしまうと、避難している間に電気が復旧した場合大変危険です。ただ地震の際は避難することに注意が向けられて、電気のブレーカーを落とすところまで気が回らない状況も考えられますよね。はい、そうした対策のために感震ブレーカーの設置が効果的です。揺れを感知するとブレーカーが自動的に落ちるようになっている仕組みのものです。感震ブレーカーの一つを見せてもらいました。我々の後ろにあるのが地震体験車で、そして奥の上にあるのが感震ブレーカーですね。はい、この地震体験車で揺れを発生させます。金沢にある森本戸樫断層帯によって起こるとされる地震を想定して揺れを発生させてみます。地震体験車が大きく揺れています。そして感震ブレーカーの重りが揺れによって落ち、つながっていたレバーが倒れました。感震ブレーカーには他にもいろいろな仕組みのものがあります。地震が発生して避難するまでの照明確保のために一定時間経過してから電気を遮断するもの、コンセントにつけて一部の電源だけ遮断するものなど様々です。ご家庭の事情に合わせて活用を考えてもらいたいです。他には電気またはガスの復旧後に電気機、ガス機器の周りに燃えるものがないか、機器や配線に破損がないか、電気器具から煙や臭いなどの異常が発生していないかなどを確認していただきたいです。またいち早く火災に気づくために住宅用火災警報器が有効です。そして3月20日から26日まで春の火災予防運動です。地震の際はもちろんですが、これからの時期は乾燥や風が強いため火災が起こりやすい時期です。防火の意識をさらに高めていただきたいと思います。